はい、横さん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私の息子、智樹でございます。はい。青山学院の駅伝部を、戦力外通告を受けまして、次はゴルフの道へ行くということで、はい、青学もやっぱね、さすが原監督が潔いっていうか、このシステムはやっぱりスポーツマンとするとやっぱり厳しいけどすごいね、やっぱり、うん、もう同じ学年14人ぐらいいるんですけれど、あのそのもし出れないって決まったらもう箱根駅伝に出る見込みないなと思ったらもうクビになってしまうというね、うん、まあ、こういう過酷なところでお疲れ様です。2年間 ありがとうございます、ね。まあ、これでいろいろと足腰も鍛え気持ちも鍛えたんで、ね、これはゴルフに生きてくるんではないかと、はい、いうことで、ということでね、まずシミュレーションゴルフでこう、うん、ゴルフの厳しさ、うん、こう父親からビシッとビシッといくかなと思ったらあっさり勝利とあっさり、あっさり負けましたが、はいはいはい、今回はちょっとね、はい、ユーティリティ作ってきました。例のね、はい、これずっと欲しがってたやつですね。そうそう、阿部ちゃんとか寺西さんとかが使っててね。そう、みんなね、この辺のクラブ上手い人がみんな使ってるこの名器。何度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 にしたんですか。19-22-26、うん、3、4、5とですね。そうで、ね、それをそう ピンのね、この I210 のカタログ見たら、うん、やっぱ5番アイアンで26度なんよ。じゃあ5番アイアンと一緒と一緒、うん、でやっぱり距離がまだね、計測しみじみしてないんで、うん、ちょっとどんくらい飛ぶかっていうのがちょっと分かってなくて、うん、どんくらい、それをこのそうそう、どんくらい飛ぶのかなと、オールデイゴルフさんでね、はい、測らせていただきましょうということでございます。そうです。半蔵門駅 A3 出口から、はい、もう徒歩道路渡るだけ0秒だよね、もうね。そう、そう0秒、ほぼ0秒、道路渡る、まあ、ちょっと横断歩道があるけどね、うん、その日の信号待ち次第っていうところがそうですね、はい、A3 出てどうだろう、早きゃ20秒で着く、15秒で着く。いや、トモキはもう多分 0. 何秒だと船に走ってる人みたいな、うん、はい、うん、ということで、ということで、まあ、早速行ってみますか。はい、はい、じゃあちょっとやっぱりね、もうちなみにやっぱあのあれですか、定番の短くカッティングっていう改造はしたんですか。あ、まあ、こんな感じ、クリークで。クリーク5番ユーティリティ、あ、 5番ユーティリティ、ちょっと長いね。1日半、1日ぐらい、1日とちょい長いね、うん、でもね、これがね、ちょっと4分の1インチちょっとね、僕のセッティングより短いのが判明したから、うん、グリップエンド分ぐらいだからの長いのが僕のスタンダードなんですよ。どっちから打つ、アイアンから。ちょっと5番アイアンからいこうか。ちょっとまだウォーミングアップも終わってないんで、だいたい、あ、ちょっと当たり薄めです。ちょっともうちょっとやっぱこうキャリーが伸びて、うん、トータルの距離が同じぐらいだったら嬉しいなって感じでしょ。そうです、そうです。ちょっと今ね、全然当たってないんで、よし、よし。やっぱあれですかね、さっきのシミュレーションゴルフの OB はやっぱ年の差ですかね、これはね。はい、そうですねよし、さあ、ちょっと待って、よし、こんな感じ。だんだん、うん、だんだんウォーミングアップされてきました。はあ、190何本、182ヤードだ。182、うん、トータルでね。なんかこういう計測器ってちょっとこう甘い印象だけど、いや、ちょうどきっちりだね。きっちりしてると思う、うん、キャリー174だ、8ヤードぐらい転がってんね。8ヤード転がって182、うん、ままじゃない、うん、そうね、190ヤードぐらい。これでそうだね、9ヤード、うん、9ヤード転がって190、まあこんなもんだろうね、うん、頑張って5番アイアンって。さあ、
もう一回。あ、これいい球だね。うん、これいい球。こんなもんだわ。これも180のラン10ぐらいだね。184。そうですね、うん。ラン9ヤード。うん、で、トータル193。はい。で、さあ、5番ユーティリティ。それは5番ユーティリティ。もう一回ちょっと見せてもらっていいですか。26度というやつです。あ、鉛張らずに済んだんですね。そう、これは張らずに済んだ。バランスどのぐらいに仕上がったんですか。 D2、同じバランス。なんか緊張すんの。あー、楽だね。楽楽。どう楽。あ、どう、ランも少ないね。おー、やっぱ6ヤード。へえ。今ちょっとね、軽めには打ってんのかな。ちょっと待って、じゃあ一生懸命打つよ。おお。やっぱ高いの、球が。うん。少し。まあ、止まるね。やっぱ8ヤードのランが、5ヤードのランになってるね。スピン量も2000回転ぐらい増えてるね。なるほど。うん、あ、嬉しい。6000回転も行くんだ。じゃあ、なんか案外と飛ばないんだね。うん。さあ。いや、球高いね。高い。いや、よかったね。逆に飛ばないっていうのは。うん、あ、これもういいじゃないですか。だからキャリーランがちょっと出ない分飛ばないって感じだ。そうだね。キャリーは一緒。うん、なるほど。止まるんだ。止まる、いい、うん、飛びすぎないっていうのはいいな。うん、それ欲しい。それが欲しい。昨日の練習の悩み、あのキャリーで、あ、ランで飛びすぎるっていう。ランで、ね、5番アイアン30ヤードぐらい転がる。ランで稼ぐ、うん、銀座の花やん。で、次は4番アイアン、うん、森田徹さんといたからさ、うん、ダジャレが映っちゃってさ、うん、さあ4番や、低っ、球低いね。低っ、キャリーが手前。あれ、これはちょっとあれ、あれかな、なんだろう、今の、なんだろう、バックスピン量がね、4000回転台。これ今のなんだろう、ね、ちょっと今のは違うと。さあ、うん、さあ4番やん。うわ、転がるね。13ヤード転がってるよ、うん、3000台だね、うん、それじゃあ勝負にならんわね、うん、やや薄い、やや薄い当たりが、うん、まあ、これもやっぱ4番アイアンだからっていうのがあるかな。あ、じゃあいきますか、うん、4番ユーティリティ。ちょっと待って納得いかない。もうちょっと、よし、うん、しょ、こんな感じだ。これが普通、ナイスショットだ、うん、195キャリー。でも転がるな。13ヤード転がるね、うん、3300回転だもん。13ヤード。で、今度4番22度。はい、22度。これはちょっと鉛張ったんだ。そう、 D2 行かなかったんで。シャフトはあれでしょ、あの真野さんおすすめのアッタス EZ。 違う、阿部ちゃんと同じやつ。あ、阿部ちゃんと同じやつ。あ、でもアッタス EZ でしょ。うん、うん、OK、ね、シード選手がもう6番アイアン入れない時代だったですからね。うん、お、球高いよ。うん、あ、これ飛ぶんじゃない。ちょっと、あ、これは飛んだな。
227。ちょっとかぶなんかあれですか。そうね、ちょっと捕まっちゃった。ちょっと今捕まっちゃったね。うん、3400回転。うん。これがまあ普通のナイスショットじゃないかな。まあ、ちょっとフェードかけた感じで。そう。お、止まるじゃん。止まる。4300回転。やっぱりランがさっき13ヤードぐらい出てたけど、10ヤードで収まるね。うん、止まってるね。10ヤードで収まる。うん、なるほど。4600回転、ラン10ヤード。なるほど。どうですか。いや、いい。いい。じゃちょっと3番だけ一発、3番ユーティリティだけ。うん、ちょっと一発って。これは目指すは何ヤード。今までほら、21度使ってたでしょ。はい。で、だいたい4番が210弱じゃない。うん。だから、これは、あれですよ。220ぐらい。220ちょっと生かしたい。ちょっと今スライスだったからちょっと飛んでないね。あ、でもなんか飛びすぎる感じがなくていいな。4700回転、結構スピン入ってます。うん、どうだ。おお、いいですね。お、今ちょっと飛ばしに行ったから、お、いいじゃない。229、うん、お、よしよしよし、良さげ。いい感じですか。うん、はい、ともきさん。はいはい。あ、俺も。うん、いや、ちょっとどうかな、これ。あ、やる。いや、いい。いいか。もう恥ずかしいなんか。はい、はい、で、どうなの、一長一短上げるとしたら。横田的にズバッと言ってください。いや、ズバッと、うん、いいことしかない。いや、やっぱりでもほら、僕4番5番これ得意なんよね、あの、うん、実は、うん、結構トルコでもこれでバーディー結構取ったじゃん。取ったね。4番5番って俺一番好きなクラブね、実は、うん、まあ、あの2番のショートのね、うん、4番やんとか。そうで、このやっぱり被ってない、僕の言ってる被ってる被ってないが、あ、ピンのアイアンたらもう被ってないから筋るのよ、うん、だから球強くて筋らせるにはこれがいいんだけど、やっぱりこう縦でこうソフトランニングさせたいという意味ではやっぱこれもね魅力的。要はピンが手前の時ですよね、バンカー上の、うん、うん、そう、まあ、ちょっと考えます。はい、はい、ということでございます。はい、うん、やっとできましたね、あの、ね、昨年のシーズン中盤からずっと気になったやつ で、 そうです。あの、中古ショップにも探しに来ましたけど、やっと完成しました。これが、ね、はい、あの、本年度どう、実践投入されるかっていうのはちょっと楽しみでございます。はい、はい、そして、はい、トモキにはただただお付き合いいただきました、はいはい、そうですね。うん、あとはトモキの、いや、クラブなんかね、これからその、うん、買いに行きたいって僕にも相談来たんですよ。そうね、なんかちょっと見に行きたいって、まあ、なんで俺にかけてこないのって。なんでかけてこないの。え、なんか、いや、一回聞いたら遊ぶのがいいんじゃねって言われた。あ、まあ、そうか。そう、やっぱそれ、どこ、どっち、面倒くさかったの、それとも本当に僕がいいと思ったの。うん、でも何でも知ってそう、遊ぶさんの方が。そう、そんなことない。そうね、いや、僕はもうすぐ人のとこ連れてくから。遊ぶは、うん、あれやったほうがいいよ、そのプロショップみたいな。そう、どこがいいかな。セレクトショップ、あ、もう抜群に売れると思うよ俺。あ、本当、うん、だってあそぶのさ、知り合いの社長さんとか、あの、カスタムしてあげてさ、あの、すごい楽しそうだもんね。あの、バク飛びチューニングとかさ、飛ぶようにして、ね、鉛剥がしてあげてとか。武器商人って言われてる。そう、はい、すごい、それも安価でね、めちゃくちゃ安くさ、めっちゃいいじゃないですか。安い中古を掘り出してきて、それを飛ぶのにチューニングするとかもう超得意だから、うん、はい、そう、だから、うん、まあね、はい、いろいろこうやって勉強させていただいてます。はい、ちなみに俺はこっちを入れたいと思った。あ、5番アイアン抜いて。あ、ほ、そうか。そう、俺苦手なんですよ、うん、ロングアイアン。あ、ほうほうほう、そう、
じゃあいいよね、止まるのは、ね、僕が試合でどっちを選ぶか分かりませんけど、うん、こっちを選ばなかった時はどうぞお使いください。はい、ということで、はい、今日は新しく作ったユーティリティを結束しました。はい、はい、こうやってね、やっぱり気軽にいいね、こういう計測がさ、うん、だって結構ちゃんと出るもんね。正確だったね、うん、5ヤードね、ラン5ヤードぐらいだなとか、うんうん、10ヤードだなとか、なんかね、うん、たまにあるんですよね、興ざめする、こうどんだけ飛んじゃうのこの機械みたいな計測器。そうそう、すごくあれでいいよ、うん、ちょうど素直、うんうん、で本当にね、コースボールでっていうのはトラックマンとか使ってちゃんとできるだろうけども、うん、こんだけね、精度がいい感じだったら、こういうのを試すのも非常に、こういう使い方もすごいいいと思いますんで、うん、皆さんクラブ買ってきたらこういうところでこうね、軽く試すっていうのは非常にいいんじゃないかなと、ね、もう電車降りてすぐですから、はいはい、雨降ってもほぼ濡れないね、この距離なら。ほぼ濡れないです、うん、5、6滴ウェッジでポンって30ヤードぐらいでしょ。30もないかな、30ヤードぐらいかな。いや25ヤード、まあ、30ないかもしれないです ね本当に。まあそのぐらい立地がいいところなんで、立地、はい、がいいところです、はい、オープンしたてで綺麗です。ぜひ遊びに来てみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。